でまだ曲がないのにいい感じのセンターバックですよね、はい、さあ相馬もう来たから入った入ったうわ相馬のクロスからジョーのヘディングゴール決まりました。今日2点目ジョー実に次節サスペンションがもったいない。そうですね、90分のゴールです。今のリプレイです。いやここですね相馬まず素晴らしいですよね。相馬のクロスでここキーパーが体を弾こうとしたんですが、そうですね、その前の時にあそこから結構長い距離だったんであそこをキャッチしようと思ったと思うんですよ。でポジションを誤ったんですよね。そうですね。でそれによってあのジョーも良かったのはやっぱりファーポストにポジションを取ってたんで、はい、そこはそこニアで気味に行ってたらいくらにもキャッチされ